ちょっと下がら。殺すぞ俺。なんなんだ。してください。
お。お。遅かったじゃねえか、キリュウ。キリュウさん、こいつらが…チンピラ。キリュウよ、俺は今日目を疑ったよ。極道舐めてんのか、てめえは。堂島の親父が死んで、俺らは風間組に組み込まれた。極道の理想か知んねえが、甘っちょれえ組長よ。撃たれて当然の器だ。なら本人の前で嫌どうですか。こんなとこででけえ口叩かずな。てめえ誰に口聞いてやがる。俺たちの親は堂島の親父だけだった。お前が殺したんだ。親父が先に待ってるぜ。切れ。じゃねえぞ、キリュウ。親殺しの烙印はな、てめえがくたばるまで消えやしねえんだ。背負ってくさ。10年前にそう決めた。
キリュウさん。巻き込んじまって悪かったな、ユウヤ。もう俺に近づかない方がいい。なんて言っていいかわかんないっすけど、キリュウさん、何でもかんでも背負い込んじまって、俺には真似できないですよ。キリュウさん、何かお礼したいんですけど、今こんなものしか。バカ、お前そんなもん渡してどうすんだよ。だっていらっしゃいませ。ほほ。ありがとうございました。どいてよ、急いでるの。そう、金目のもん全部出せよ。邪魔だ。
せいです。すみません。さよう。何じゃと？
お？ああ それがあんたの息子か。キリュウ、お前いつからそこに。いい女だな。趣味のいいガキだ。まあ悪かねえ。どこぞの組長の娘でなければな。この町の組か。いや、浅草のケチな組さ。お前向きの情報は来てねえよ。今日は無駄足だったな。そうか。